国際法って全く心理的なものだから、これはもう法的な刑事罰があるわけじゃないから、でこれは国際法違反だと。で医療行為をやってる病院までも襲う、でミサイルでぶち壊す、これは国際法違反だっていう、このこれ感覚の問題だからね。その感覚がそういうふうにならない限りはもう要するに医者病院だって狙うし、インフラだって狙うし、ありとあらゆるところを狙いますよそりゃ。でその国際法的に感覚がロシア人にはないっていうのは、もうグレンコさんが言われた感覚と一緒でしょう。おそらくロシア人はこうなんだっていう、けれども国際法違反だっていうふうにこうわしがこう言ってもね、例えば言論人 の人の中には国際法なんか知ったことじゃないと考えてるやついるんですよ。大した問題じゃないと、国際法はと。でただただアメリカが追いやっていったからロシアが暴発してるんだしか見えない。でもどんなに例えばどんどん西から東の方に軍事力がどんどん入っていったとしても、ウクライナに入るのだけは絶対許さんって言って、それでいきなり戦争を仕掛けてくるっていうこと自体を肯定できないよそりゃ絶対に。だから国際法違反だっていうのは重要な問題なんですよ。これを我々は日本人の心理の中に落とし込まないとっていうのがあるんですよ。でそれを結局はどうせ法律ないじゃないかとかっていうふうに言い直ったらもう全然ダメで、それは同様にロシア人にも教えなければいけない。国際法ではあって、戦争っていうのは単なる人殺しのやり合いじゃねえんだと、ルールあるんだよこれはっていうことをどうしても教えなければいけない。世界中に教育して、で心理的にそういうのに拒絶反応を示すようにしなきゃいけないのが国際法なんだよ。でそれ以外にもう戦争を防ぐ方法とかもうないね。だから戦争反対だとかみんな簡単に言うじゃない、左翼の人は戦争反対って。でも戦争はなくならないから、絶対に治らないこれは。でそうした時に戦争にあるルールを課してしまうっていう方法しか平和主義が生き残っていく道ってないのよ。だからわしは平和主義者なの実は。わしは戦争論書いたっていうだけでわしが戦争主義者ぐらい持ってるバカいるからね、冗談じゃないよわしは平和主義者です。ただその平和主義、平和 にするための手段ってどうやればいいんだろうという時に、戦争反対というかデモやばっかりやったりね、でなんかこうお祈りしてみたり、であと歌で戦争を知らない子供たちがうわ戦争万歳平和だと、戦後平和だって言ったらもう戦争なくなるかって言ったらなくならない。どうやったってなくならないんだもん。国家がある限りは絶対なくならない。だからって言ってから反国家になってみたって国家は消滅しないもん絶対に。となると国際法しかないんですよこれ。平和主義者はみんな国際法を守ろうっていう運動をしなければいけないし、そういう声を上げなきゃいけないし、教育の中でも国際法っていうものを守らなければいけませんっていうことは教えなきゃならないんで、ルールありますとっていうふうに言わなきゃいけない。これしか他にない、平和主義の先方が具体的なルールがない。だからこれ本当にね、単なる平和がいい平和がいいっていうやつは単なる何かの宗教に取りつかれてるだけで、もう何の意味もないから、国際法を守れとっていうことだけをなんか言い続けるっていうか他に方法ないのよ。